頭の回転の速さとトーク力も話題。五輪で3大会連続のメダルを獲得し、2023年5月に現役を引退した石川佳純が10月5日にインスタグラムを更新。6日放送のさんまのまんま秋 SP に出演することを報告した。石川は9年ぶりに出演させていただきます。さんまさん、同郷のやす子さん、バスケット男子日本代表の方々と楽しくトークさせていただきました。ぜひご覧ください。と同番組を PR し、番組出演時の写真をアップしたのだが、首元がシースルーになった藤色のワンピース姿に、可愛すぎる、かすみ、色気あふれで撮るやん、もう芸能人ですね、美人度が爆発してるわ、とコメント欄はハート印だらけとなった。報道によれば、石川は同番組で卓球生活を振り返り、やっぱり卓球を一筋でやってきたこともあって、何をやるにしてもハマったら極端。ハマったことには、好きな映画でもドラマでもとことん調べるっていうのは当たり前だと思っていたのですが、意外と変わっているのかなって、最近ちょっと思いました、と明かしたという。ちょっとしたオチもつけてバラエティ番組でも十分通用すると感じました。石川は頭の回転が速く、引退会見で中国メディアから中国語で質問されると、流暢な中国語を交え、日本語との2カ国語で対応し、周囲を驚かせました。スポーツ番組での卓球の解説はもちろんのこと、ニュース番組のキャスター、バラエティ番組へのゲスト出演と、今後はテレビで大活躍する可能性を無限に秘めています。頭の回転の速さだけでなく、視聴者を引きつける美貌も大きな武器だ。現役時代はほぼすっぴんで試合に臨んでいたと思いますが、引退後はテレビ番組などでバッチリメイクの顔を披露し、ネット上で可愛い、美しい、などと大絶賛のコメントが殺到するのがお決まりです。9月15日に放送されたオスツーディオに出演した際も、シースルーのトップスを上品に着こなし、視聴者からモデルとしてもやっていけるとの声が上がりました。美貌とセンスもメダルクラスです。今後はテレビの仕事にハマっていくかが楽しみだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。